牧場物語再会のミネラルタウン、カイ&ポプリ。積極的にアタックをしていくポプリ。カイもポプリが気になる様子だが、自由人なカイにポプリの兄であるリックが激怒して、もう会わないように言われてしまう。二人はどうなるの？はぁ、美味しかった。カイのお店にある食べ物ってこの町にないものばっかりだよね。なんでそんなにいろんな町のことに詳しいの？そんなに詳しいか？まあ、いろんな町に行くから多少は知識はあるけど、まだまだ知らないことも多いぜ。だから知らない食材や料理を見つけると、店に入って食べたり、自分で作ったりして研究してるんだよ。自分の店のメニューの数も増やしたいって目的もあるしな。へえ、そうなんだ。いろいろ考えてて、カイってすごいね。まあ、ここだけの話。俺、寒いの苦手なんだよ。だから寒い季節になったら、別の暖かい季節の街に行くってわけ。他の街に行くようになった最初の理由なんて、笑っちゃうだろ。帰ったら。カイの料理、お母さんも食べたら元気出て喜ぶかな。今度作りに行ってやろうか。それ本当？来てくれるの？ああ、任せとけって。ありがとう、カイ。それにしてもポプリのおばさんに喜んでもらえてよかったよ。ありがとう、カイ。約束を守ってくれて嬉しかったわ。これでちょっとでも元気が出てくれたら嬉しいんだけどね。うん。それにしてもお兄ちゃんが家にいなくてよかった。カイが家に来たって分かったら怒るに決まってるもん。そうだな。見つけた、ポプリ。こんなところで何してるんだ？カイ、妹を連れ出さないでくれよ。何よ、カイと話してただけでしょ？そんな怒鳴らなくってもいいじゃない。とにかく、店の手伝いがあるんだから帰るぞ。お店のことはお兄ちゃん一人でやったら？な、ポプリ、なんてこと言うんだ。カイ、お前が悪いんだぞ。妹に変なことを吹き込まないでくれよ。カイのこと悪く言わないで。何も知らないくせにお兄ちゃんひどいよ。ポプリ、そろそろ帰った方がいいよ。おばさんも心配してるだろ。だって、カイがそう言うなら分かったわ。じゃあ帰るぞ。カイ、もうポプリに構うんじゃないぞ。カイ、ごめんね。またね。ああ、気をつけて帰れよ。はい、ということで、カイ&ポプリのライバルイベント第1段階、第2段階でした。さて、ここからは発生条件の方をご紹介いたします。はい、第1段階、海岸。カイとポプリの愛情度が1万未満。そして、夏の月、PM2 時から PM4 時の晴れの日に限ります。そして、第2段階、海岸。カイとポプリの愛情度が3万未満。そして夏の月で水、木、土曜の AM9 時から PM7 時、晴れの日になります。ここを一時停止して表を参考に、このライバルイベントをぜひ発生させてみてください。その他4組のライバルイベント動画も作成しておりますので、よければ参考にしてください。また、各結婚相手候補の恋愛イベント動画も随時アップしていきますので、参考にしていただけると嬉しいです。牧場物語について何か質問などがありましたら、お気軽にコメント欄へ書いていただけると嬉しいです。このような動画をどんどんアップいたします。なので、チャンネル登録をしていただけると便利かと思います。また、高評価も励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。